阪神先発は前回連敗を5で止めた下柳、今日も立ち上がりからベテランらしいピッチング、変化球を低めに集め6回までヤクルト打線を1安打に抑えます。一方ヤクルト先発は石川、2回の阪神です。ノーアウト1塁からアリアス、石川の外角のまっすぐをセンターバックスクリーンへ完璧な当たり、2試合連続となる28号の先制ツーランホームラン、今日も試合はタイマースペースで進んでいきます。さらに3回は2アウト2塁からアリアス、センターへ金本が返り、セカンドをアリアスが狙います。そして古田のこのプレー注目、なんと悪送球、ボールは点々と転がっていきます。この間にアリアスが楽々とホームイン、これで4対0となります。こうなると勢いが止まらないタイガースは4回、ここ2試合スタメンでヒットが出なかったこの回先頭テスト入団の早川、今日2本目のヒット、さらにこの後ワンアウト3塁2塁から復調ぶりの今岡、2点タイムリーヒット、これで6対0とヤクルトを引き離します。さらに5回タイガースは2アウト1塁からまたも早川、もらったチャンスを生かしバックスクリーン横へダメ押しとなる第1号のツーランホームラン、これでタイガース8対0と大量リード。さあタイガース先発下柳が回を重ねるごとに調子を上げ、いよいよ9回のマウンドへ、完封まであとアウトは3つ。ところがこの回先頭の代打野口に内野安打を打たれます。ちょっとアンラッキーな当たりでした。そして3番の岩村を迎えます。岩村もライトへ大きな当たり、ここは今日大活躍の早川が無難に抑えます。さあ最後まで集中力の切れない下柳、ラミレス、そして渡来を連続三振に切って取り、下柳はセカンドを踏ませないピッチング、2年5ヶ月ぶりの完封勝利で9勝目、ロードから帰ってきたタイガース、下柳そしてニューヒーロー誕生で3連勝です。それでは早川選手のインタビューです。3試合ね、我慢して使ってくれた、監督に本当、感謝したいと思います。